貴様からだと、俺たちはテレビのモニターの中にいるように見えるだろうな。だがそれは大きな間違いだ。モニターの中にいるのは貴様なのだよ。貴様が現実だと思っているその世界は、実は全て虚構。もちろん貴様自身もな。真の現実、それはこちら側にある。自分が何を指摘されているのかすら分かっていないか。無理もない。まあいい、貴様には分かりやすく俺たちのことについて説明してやろうではないか。まず俺たちがいるのはどこかということだ。ここは東京秋葉原にある未来ガジェット研究所だ。俺たちは普段ラボと呼んでいる。世界の支配構造を作り変えるという我が野望の拠点だな。そうなんだ。悪いことしちゃダメなんだよ、オカリン。まあ、入りは少し黙っていろ。駅から出たら中央通りを進み、末広町駅の交差点を蔵前橋通りへ左折。次の信号の一歩手前の路地を入ると、大檜山ビルという古臭い雑居ビルがある。その2階に、我がラボは今日構えている。目印は、ビル1階にあるブラウン管工房というマニアックなテナントだな。今時、旧式のブラウン管テレビだけを扱っているショップだ。いかに電気街である秋葉原といえども、需要があるとは思えない。さびれた店なのだ。だが、ブラウン管工房店長である天王寺というおっさんは、このビルのオーナーでもある。ゆえに、今野球ピッチで都市開発が進み、しかも高騰しているこの秋葉原であろうと、道楽丸出しの店を構えていられるというわけだ。幸いにもあの店長は人を見る目はあるようでな。この俺のカリスマ性を見抜き、ビル2階を丸々ワンフロアただ同然で貸してくれたのだ。ふわっはだが、未来ガジェット研究所は深刻な人材不足のため、優秀な研究員を随時募集中だ。今のところ、所属研究員は…オカリン、オカリン、そこはラボメンって言わなきゃ。所属研究員じゃなくて。ラボメン、すなわちラボラトリーメンバーは、俺を含めて3人である。ラボメンナンバー001、ラボ創設者にして狂気のマッドサイエンティストであるこの俺、鳳凰院馬。オカリンって呼び方の方が可愛いのに。そしてコスプレが趣味の紅一点、ラボメンナンバー002、椎名真由里。てってれー、まゆしーです。着るんじゃなくて作るのが趣味だよ。最後にスーパーハカー、ラボメンナンバー003、橋田イタルだ。スーパーハカーって呼ぶなよ。スーパーハッカーだろ、ジョーコー。そんな我々3人で構成される未来ガジェット研究所の活動内容は、そのものズバリ発明である。詳細は我がラボのホームページを見てくれ。もちろん闇の支配権力と戦うための未来ガジェットが最優先事項だが、その研究から派生する副産物的な発明も多い。というか今のところはそっちばかりだ。すでに我々は8つの未来ガジェットを完成させた。
だが、これはまだ序章でしかない。未来ガジェットのアイデアは、俺の中に108まであるのだ。某テニス漫画みたいにですね。わかります。人の煩悩の数といえ、このアットチャンネルのおめ。それと、俺が話しているのだから口出しをするなと言っているだろう。そもそもオカリン、さっきからなんで独り言喋ってんの？独り言ではない。見てわからないのか。俺は今、モニターの向こうにいるこいつに話しかけているのだ。あ、今その人、にやりって笑った。おのれ貴様、何を笑っているのか。モニターの中の存在のくせに。こっちみんなって言ってやれば。通じないんじゃないかな。俺たちに話しかけられていることにすら気づいていないらしいな。自覚がないというのは実に不幸なことだ。その人にしてみたら、マユシーたちがゲームみたいに見えてるのかな。そいつには現実なのかゲームなのかっていう発想さえないんじゃね。んじゃあ、ダルクの大好きな二次元の女の子たちもそうなの？それは別。あの子たちは僕の嫁だから。ダルの嫁の話はどうでもいい。でもさ、マユシの言ったことって興味深いテーマじゃん。もし仮に僕たちがゲームの中の住人だとしたら、それを見極める術はあると思う？ないな。即答かよ。ゆえに、そのような議論は不毛。世界の支配構造を打ち砕く方法について考える方がよほど有意義だ。中二病オツ。黙れ、スーパーハカー。俺は中二病ではない。おーい、今日まだ。そういう設定っしょ。やれやれ、ダルの人とのコミュニケーションの取れなさはどれだけ経っても治らないな。アニメのオフ会じゃ僕がいつも場を盛り上げてるっつうの。
人質だからここにいようと思います。で、オカリン、アルパカマンは反応したん？いや、全然。この不愛想アルパカめが。ん？なければ。消えた。消えただろ、今目の前で。マユリも見たか、見たよな。いないのか。だってついさっきまでここにはたくさんの人たちが歩いていたんだぞ。歩いてたかな。それに店員まで消えている。こんなことはいくらなんでもありえない。それは仕方ないと思うよ。とにかくね、最初からこの辺には誰もいなかったよ。あ、そっか、オカリンは幻を見てたんだね。きっとこの暑さのせいだよ。トゥットゥルー。
そもそもあの人工衛星は一体何だ？あの人工衛星だが、うん、びっくりしたね。びっくりしただと？何がびっくりしたのだ？ドカーンってすっごい音がしたもん。あの人工衛星は落ちてきたのか？来たのかな？宇宙人さん乗ってるのかな？そうか、そういうことか。これも全て機関の隠蔽工作ということだな。警察にすら圧力をかけられるということは、この国の中枢ももはや奴らの手の内にあるということ。なんということだ。だが俺の目はごまかせんぞ。いつか必ず奴らの所業を暴き、その支配構造に終止符を打ってやる。ノーロードの後のドクターペッパーは相変わらず最高にうまいな。コーラの方がよくね？オカリンは本当にドクターペッパーさんが大好きだよね。この知的飲料の良さがわからない奴は人生の5分の1を損しているぞ。うわっはっはっは。
ダル、計画は順調に推移しているか。え、計画って何ぞ。計画は計画だ。8号機の調整以外に何があるというのか。ああ、そのこと。いきなり計画とか言うから何事かと思った。そろそろお前との付き合いも3年半ほどになる。高2の時はクラス別でほとんど喋んなかったじゃん。だから実質2年半じゃね。細かいことはどうでもいい。それほどの付き合いの長さなのだから、いい加減俺の会話について来られるようになってくれ。それは無理。うん。それで8号機の不調の原因究明は進んだか。いや、まだ。マユシがやった状況を再現して何度も実験したけど、冷凍できたりできなかったりだし、バナナを冷凍してみようとしたらさらにへんてこなことになったし、さっぱりわかんない。
マユリ、マユリ、ここにバナナを持て。またゲルバナ作るの？前から気になってたけどさ、マユシ、ゲルバナって略さないでくんない？だってね、ゲルバナはゲルバナだもん。いいからキビキビ動け。なんでいつもいつも一房丸ごと入れるの？もったいないよ。ケチケチしていては機関との戦いに勝利することなどできんぞ。勝たなくてもいいよ。あのね、バナナはマユシーが買ってきてるんだからね。おかげでマユシーはちっともバナナが食べられません。次からは1本ずつ使うことも検討しておこう。マユシーガイダンスが聞こえなくなる。こちらからタイマー操作ができます。シャープボタンを押した後、温めたい秒数をプッシュしてください。例えば1分ならシャープ60、2分ならシャープ120です。綺麗なターンテーブルだろう。普段と違って逆回転してるんだぜ。それ何？逆回転？そこに重大な意味があるかもしれない。量子の振る舞いにも影響してくる問題であり、運動の規則を導入して。あるわねえよ。ないか。ないね。そうか。ゲルバナの出来上がり。ダルよ、このバナナ食べてみようとは思わないか。思うはずだ。我らの2年達成の犠牲となり散ったダルに敬礼。すげえまずそうじゃん。味は関係ない。食べることに意味があるのだ。さあダルよ、遠慮することはない。骨は拾ってやるから思い切ってズズイと行くがいい。いらねえ。ではマユリ、お前にその名誉を譲ろう。なんかね、ゲルバナは中身がデロデロでブニュブニュだったよ。味もしないし、全然美味しくなかった。
デロデロでブニュブニュか。ダリオ、どう思う？ブニュブニュバナナか。ブニュブニュのバナナ。マユシ、あなたのバナナブニュブニュだねって言ってみて。あなたのバナナブニュブ。言わせるな低能学。